皆さんは尾道という町を知っていますか？尾道は広島県の南東部に位置する港町で、日本を代表する観光地の一つです。山あいに囲まれた坂の町で、歴史ある仏閣や神社が軒を連ねています。また山腹から望む瀬戸内海は絶景です。そんな魅力的な町、尾道。なぜ尾道は魅力的な町になったのでしょうか？今回は私、駒が尾道を解説いたします。まずは尾道の地形を見てみましょう。尾道は北側尾道三山と言われる山々に挟まれ、東西に伸びた細長い町です。南側の川のようなものは川ではなく海で、尾道水道と呼ばれています。その尾道水道を挟んだ対岸の島は向島で、しまなみ海道を構成する島の一つです。ちなみに尾道の山を構成するのは、加工しやすく風化しやすい花崗岩です。これが尾道の美しさの鍵を握っていますが、この解説は後ほど。尾道の歴史は大まかに3つの時代に分けられます。まず1つ目の時代は、荘園の年貢積み出し港となり、港町尾道が始まった時代です。1169年、小さな漁村であった尾道は院政を長く行ったことで、知られる後白川上皇の所有地、備後の国太田の荘という広島県の世羅町にあった荘園から、船で年貢を各地に運び出すための港として整備されました。これが港町尾道の始まりです。その後、足利幕府の時代より大陸との貿易が盛んに行われるようになり、日民貿易や朱印船貿易で活況を呈していました。第二の時代は、鎖国後の西回り航路整備による北前船の寄港移行の時代です。西回り航路とは、北海道から日本海沿岸、下関、瀬戸内海を通って大阪に至る海上輸送の航路で、川村瑞賢によって作られました。北前船とは、商品を売り買いしながらその西回り航路を航海する船のことを言います。尾道は中国、四国の経済の中心となり、内陸や瀬戸内海の産物が集積し売買されました。尾道の商人の中には、有力な商人となる者も出てきて、寺社の建立や町並みの整備に惜しみなく投資したそうです。また尾道は京都と下関を結ぶ西国街道の宿場町として整備されたほか、島根県の石見銀山と尾道が街道で結ばれ、石見銀山の積み出し港となりました。このように尾道は交通の要衝にもなっていきました。第三の時代は、明治維新後の造船業が盛況になった時代です。明治時代以降、造船の技術が急速に発達し、多くの鉄で作られた船が製造されるようになりました。尾道には多くの造船工場が開業し、日本有数の造船産業都市として発展しました。また明治から大正にかけて、尾道には広島随一の商業地や金融街がありました。山陽本線が開通し、鉄道、陸運と海運の接点となった尾道、今ではお隣の工業で発展した福山に中心地の座を明け渡していますが、それでも広島県有数の都市となっています。尾道は多くの文芸作品に登場し、文学、映画の街として知られています。特に大林信彦監督の尾道三部作は有名で、ご存知の方も多いでしょう。転校生に登場するこの階段も、尾道の御袖天満宮の石段です。それでは実際に尾道の街を歩いて、尾道の魅力を探ってみましょう。さて、尾道の魅力を探っていきましょう。尾道駅の駅前からスタートです。この尾道駅の駅舎ですが、2019年に開業した新しい駅舎で、昔の駅舎は数年前に取り壊されてしまいました。尾道駅の駅前は20年ほど前に再開発されたようで、尾道水道がよく見えるほか、日立造船のクレーンなども見えます。さて、尾道駅から東へ少し歩いてきました。尾道本通りと呼ばれるアーケード街が見えます。このアーケード街は尾道を代表する目抜き通りです。小売店舗が多く軒を連ねており、昭和レトロな趣深い商店街です。商店街を歩いていると、
尾道ラーメンのお店が多くあります。尾道ラーメンとは、豚の背脂を浮かべた醤油ベースのスープが特徴的なラーメンです。台湾出身の方が尾道で中華そばを屋台で振る舞ったことから始まるそうです。また尾道は自転車の街として有名です。尾道と愛媛県今治市を結ぶ島並海道にはサイクリングロードがあり、多くのサイクリングを楽しむ方が訪れます。さて、商業開示所と書かれた古い倉庫の建物が見えてきました。昔の成長ぶりを伺い知ることができます。ここは昔の奉行所の跡のようです。実はこの今通っている道、昔は先ほど説明した西国街道なのです。江戸時代から人の往来があって栄えていました。さて、また広い道に戻ってきました。お寺の参道が山陽本線の線路で切れています。珍しい変わった光景です。山陽本線は人の往来はもちろん貨物の輸送も頻繁に行われています。踏切を渡って千光寺というお寺を目指して山を登っていきます。その途中、猫をたくさん見かけました。尾道は猫の町として知られています。昔から女工であった尾道、そうした経緯からか猫がたくさん住んでいるようです。さて、坂を登り後ろを振り返れば尾道らしい風景が広がります。石碑に文豪志賀直哉の遺構と書いてあります。実はここ左側、城崎にてで知られる志賀直哉の旧宅があった場所です。さらに進んでいきます。途中、大変見晴らしの良い場所がありました。三重の塔が見え、いかにも尾道らしい景色です。さて、千光寺に到着しました。千光寺とは平安時代の初めに空海、弘法大師が作ったとされるお寺です。本堂は朱色の舞台作りで、あと塔の様式が混ざった形式です。さて、西国観音霊場を参拝したのと同じようなご利益が得られる33観音堂、私もご利益を受けます。さて、このお寺、実は巨岩があちこちにあります。ちなみに、山麓から千光寺までロープウェイで登ることができます。足腰が弱い方でも十分参拝できますので、ご安心ください。巨岩が多い千光寺、こうした巨岩基岩は花崗岩が風化されることによってできました。こうした巨岩基岩にまつわる神話が千光寺をはじめ尾道には残っており、尾道の魅力の原点にもなったのかもしれませんね。昔はこういう地形だったので狩猟の場所となっていたそうですね。さて、尾道の魅力を巡ってみていかがだったでしょうか。尾道を実際に巡るといろいろなものが見えていきますよね。尾道の魅力、そしてなぜ尾道は魅力的なのか、分かっていただけたでしょうか。尾道の地理、歴史、芸術、そしてその土地に暮らす人々の生活が生み出した魅力、ぜひ皆さんも尾道を訪れて、尾道に魅せられてください。このチャンネルでは、多摩地域を中心に日本全国の交通や地理に関する動画を上げております。よかったら、そちらもぜひご覧ください。それではチャンネル登録と高評価を忘れずに。では、また。